はいどうもポルックです。皆様明けましておめでとうございます。ということで、2021年、今年もポルックをどうぞよろしくお願いいたしますという挨拶のね、動画をちょっとまあ始めさせていただきたいと思います。はい、じゃあ、まあとりあえず最初にですね、去年の今頃もね同じような動画を出していまして、で去年のまあまあなんか去年は何やろうな、まあ、去年やったゲームについてうだうだ喋って、最後にまあ2020年の抱負っていうのを決めて、まあ言ってたんですけども、それが達成できたかどうかっていうのをねちょっと確認したいと思います。はい、去年の今頃僕が、2020年、去年の抱負としてあげていたのが、僕自身が学生が終わって社会人になるという年でしたんで、去年ね、だからまあ生活の環境とかが全然変わるということで、だったんで、ポルックとしての活動を止めずに、まあ細々とでもなんかこう断続的にでも続けていけるということを目標としていましたね。はい、余裕で達成しているんじゃないでしょうか。はい、ということでね、年の初めに掲げた目標が達成できているというのは非常に素晴らしいことなのではないでしょうかね。どんどん褒めていきましょう、自分を。お正月ですからめでたくポジティブに景気よくいきましょうね。はい、ということで素晴らしいと、僕は素晴らしかったということで、去年はね、うん、はい、ということで、よかったですね。はい、達成できました。はい、まあこれはちょっとね、まあ前置きとして、まあもうこれはもう置いといてですね、今年は今からちょっと何喋ろうかなということなんですけども、なんかね去年もだからやったゲームについて喋ってたんですけど、なんか触れたゲームがあったり触れてないゲームがあったり、なんかこうなんか適当に振り返ってたんで、はい、今年は全てに僕の今年じゃないや、去年やったゲームすべてに最低一言でも何かちょっとコメントを僕が残してみようかなと思います。はい、ということで2020年にやったゲームすべてに何かコメントをするというのをちょっと今からやります。はい、だから興味ある人は聞いてください。はい、っていう感じですね。はい、やった順番に、2020年に出会った順番にちょっと見ていきたいと思いますね。はい、2020年一番初めにやったゲームというか、一番初めに出会った新しいゲーム何だったかと言いますと、まずねリングフィットアドベンチャーですね。うん、まだ今でも品薄なんかな、とにかく去年の今頃はもう全然なくて、通販でも販売が再開されたと思ったその瞬間になくなるっていう、そんな状況だったんですけど、なんかね、ちょっと古びた電気屋さんにどうせないやろと思って入ったらあって、やったー見つけたーっつって、すごい喜んで買ったの覚えてますね。うん、いやー、まあすごく画期的で、あと本当にしんどくて運動になるゲームだと思うんですけど、なんか続いてないですね。うん、結局やらなくても、なんか一時期今年じゃないな、去年一時期ちょっとラーメンばっか食ってたらちょっと体重が増えだした時期があって、そこでまた思い出したようにやってたんですけど、まあ、ラーメン食うのをやめたら別に太らなくなったんで、またね元に戻ったんで、必要としてないところが正直ありますね。うん、なんですけど、まあゲームとしてはすごく画期的なんじゃないですかね。あと、やっぱなんやろな、もっと時間があったらやってると思う。運動不足なんで完全に。うん、でもなんやろう、まあちょっとでもね、同じことの繰り返し感が途中から強いかもしれないですね。それでちょっとあんま続いてないとこもあるのかなっていう感じですね。なんか、なんかね、ストーリーはめちゃくちゃ長いみたいですけども、はい。まだ僕は序盤も序盤だと思うんですけども、ずっとそこで止まっておりますね。なんやろうな。でも、普通に、このトレーニングのメニュー渡されて、これやってくださいって言われたら、絶対やってないことをこのゲームやってたらやりますね。いや、それは純粋にすごいじゃないですかね。あとはもうちょっとこう、ステージに変化が欲しいとかさ、
あるかもしれないですね。やっぱね、単調に途中からなってしまったっていうのがまあ正直なとこかな。うん。でも、あのフィットネスとゲームを今までで一番融合できてるんじゃないですかね。ゲームとしてやってるからね、本当に。運動せなあかんからしゃあなしじゃなくて、ゲームとしてやってた感覚はありますね。はい。こんな感じでした。うん。で、その次ですね、その次に出会った、やったゲーム、ドラゴンクエスト10、目覚めし5つの種族ですね。はい。まあ、あの、バージョンがね、今、バージョン5までドラゴンクエスト10全体としては出てまして、で、そのバージョン1の部分だけを僕やったっていう形ですね。うん。で、ちょっと初めはね、オンラインということで、ドラクエはやっぱ一人でソロでオフでやりたいなっていうことを思いつつ、でも食わず嫌いは良くないっていうのと、あとまあドラクエ好きとしてちょっとやってみたいっていう興味と、あとまあ、極めつけはまあ、タダでできるっていうところですね。バージョン1はもうお金を払わなくても最後までできるっていう、あの、紙仕様だったので、それでやり始めたっていう感じです。ね、うん。はい。ということでね、まぁ、ちょっと敬遠してた初のオンラインのドラクエでしたけど、結論としては良かったなって思いますね。はい。いやー、バージョン1で止まってますけど、これ別に思んなかったから止まってるわけじゃなくて、全然続きやりたいんですけど、ちょっとね、なんやろね、なんだかんだ手がつけれてないという、手が回っていないだけの話で、全然続きやりたいなと思っていますね。で、やっぱ、うん、やっぱドラクエっていう世界観なだけで僕はもう嬉しくなってしまうところもあるんですけど、うん。あと音楽が良かったですね。ちょっとイレブンの時にちょっと音楽がさすがにもういくら杉山浩一さんでもちょっともう年かなと思ったのが正直なところだったんですけど、10はめちゃくちゃ良かったですね。うん、10があんだけ良かったら、そら11も任すわって思ったぐらい、10はめちゃくちゃ音楽が良かったなって思いましたね。うん。で、あと種族選べたりとか、あと、やっぱ、オンラインってことで、こうね、友達とかと、こうなんかこう、パーティー組んでできるとか、なんかそういう要素が、やらんやろなと、どうせやらんやろなって思ってたけど、なんやろね、やってしまいましたね。オンラインにしかない要素も、なんか気づいたらこう、極めたくなってしまう。これはなんやろな、ドラクエやからというか、なんというか、やっぱこう、手に入れたいアイテムがあるとやってしまうのかな。なんかそういうことかな。あと、まあ、レベルが上がるとかもありますからね。うん。まあ、そういう要素が出てくると、やっぱどうしてもやってしまうっていうのがあったりとか。なんですけど、まあ、バージョン1のストーリーみたいなとこで言うと、まあ、ちょっとチュートリアル感が強いなという気はしましたけど、まあ、バージョン1なんでこんなもんやろという気もしますけども。でもやっぱバージョン2がね、とにかく評判いいみたいなんで、やりたいなとは思っています。が、やれていないっていうね、感じですね。うん。いや、期待大です。これから、まだバージョン2、3、4、5とストーリー残ってますから、まだまだ遊べますからね。うん、いやこれからに期待をさせるバージョン1としてはすごく良かったなと思います。はい。その次、アームズをやりましたね。これは一斉トライアルでアームズが対象作品になっていたという、スイッチでね、スイッチオンライン、ニンテンドーオンラインに入ってたら1週間とか、まあそのなんか限定、期間限定で無料で遊べる、そのソフトの全部が遊べるっていう、ただし期間限定でっていう、まあそういうキャンペーンなんですけど、それでアームズが選ばれてたからやったという感じですね。もともと僕スイッチをアームズのために買いたいと思ってるぐらいアームズは興味があって、でも、まあ、アームズの時期にはちょっと残念ながらスイッチは買えなかったと、まだ大学生お金なかったんで、そんな余裕なかった。結局ね、流れてしまったゲームだったんで、一斉トライアルに出てきたのがすごく嬉しかったんですよね。うん。いや、やっぱおもろかったですね。やっぱ1対1でやるゲームが僕結構好きかもしれない。で、あとやっぱ駆け引きの、感じも分かり始めると、
こうなんやろね、どうすれば勝てるかとか相手の癖とか見抜いたり、やっぱ1対1こうマリオテニスやってたりするとこもありますけど、うん、やっぱ1対1の対戦ゲーがすごい好きやなっていうのを再確認したのと、アームズはやっぱその1対1の対戦ゲーとして駆け引きがすごい分かりやすくて良かったですね。うん、いやだからこれも時期が時期やったら買ってるゲームなんですけど、ただまあね、まあ発売されてからだいぶ時間が経ってるから、まあ今買うのもなーっていう感じで買ってはないんですけど、あとまあ伊勢トライアルが実施されたりとか、あとスマブラにね登場したりとかで、まあアームズ2来るんじゃないのっていう予測で、まあ初代はちょっと様子見って思ってたんですけど、全然ないですねアームズ2。はい、アームズ2出たら多分買います。はい、で、その次ですね、インバーサスデラックス。はい、このゲームも1対1でなんか陣取りゲームなんですけど、ちょっと僕には難しすぎましたね。あのゲーム性としてはすごく好きやったんですけど、あの頭が追いつかなくてしんどくなったっていうのが僕は正直なところですね。あのね、うん、だから人の見てる分にはいいかもしれないけど、自分でやると疲れるっていうのが正直な感想でございました。はい、あと見た目とかもねかっこよくて、音楽とかもいいんですけどね、なんか作品としては好きやけどやりたくはないっていう、なんかちょっとねそういう感じでした僕はね。はい、ファイナルファンタジー7リメイク、まあこれに関してはちょっとまだあのすごく途中で止まっているので何とも言えないんですけど、続きが出るまでには終わらそうと思っています。はい、まあどうすかね、ちょっとね本当に長い間触ってなくて、あのどういう感情で僕やってたか、楽しかったかどうかもよく覚えてないっていう、まあでも全然そんなあの悪い印象全然なかったっていうか、なんか本当に触れなさすぎて今感覚がないです。ファイナルファンタジー7リメイクに対する感覚が麻痺して何もないですけど、あのまた、いやまたこれはもう最後までやってからですね、これはもうちょっと今の段階でどうこういうことじゃないような気がしますね。はい、風の旅人、これは1回しかやってないんですよね僕。コンセプトと世界観がすごく好きでした。はい、だからもっとこう時間があればもっと先までやりたいけど、あとまあずっとスイッチに僕は HDMI ケーブルを差しっぱなしにしてるので、 PS4 でやらないといけないのがちょっとハードルになって全然手をつけれてないっていうんですけど、まあでも別に面白くないとかではなくて全然時間あったらやるんですけど、うん、っていうゲームですね。あの世界観とコンセプトがとにかく好きでしたね。はい、見知らぬ人と勝手にこうマッチングして、全然どこの誰かも知らない人と一緒に謎解き的なことをしてステージ進めていくっていうゲームなんですけど、いやめっちゃ喋ってたらやりたくなってきたぐらいいや好きな感じでしたけどね。はい、いやうん、いいゲームだと思いました。はい、次、まあ途中なんでね、途中の作品なんであんまりちゃんとした感想は言えないんですけども。はい、でその次、モジピッタンアンコール。いや、モジピッタンはやっぱ日本語のパズルとしての完成度がすごいですね。成立してますね、完成されてるなと、まあ改めて感じたというか。はい、僕もっとやると思ってたんですけど、モジピッタンなんか配信1回だけしかやってないしうん、なんやろね、やっぱ据え置きでやるゲームじゃなかったのかもしれないな、ちょっとね。やっぱこう、スイッチって据え置き型と携帯型をこう両立できるから、本当はもっとこう、スイッチ持ってって電車の中でとかやるともっとハマったんでしょうけど、据え置きでほとんど僕はスイッチ使ってるっていうので、そこの相性が悪かったんかな。でも、モジピッタンが悪いわけじゃないんですけどね、それはね。はい。ってな感じ。お次、忍者ら。はい、めちゃくちゃ期待してたんですけど、あんま面白くなかったですね。いや、面白くなかったというか、まあ、初め、とにかく、通信エラーしか出なかっ
ったっていうのもあるんですけど、まあ通信エラーが直って、あ、ようやくゲームとして攻略ができると思ったんですけど、ちょっとね、勝っても負けてもあんまり、なんか勝っても嬉しくないし負けても悔しくないというか、なんというかね、勝負してる感じがあんまなかったんで、僕はあんま好きじゃなかったですね。なんですかね、攻撃し始めた時にこうじゃんけんみたいな、なんかスティックを倒す方向でじゃんけんしてるみたいな、そこで一応読み合いが発生してるみたいなんですけど、あれ相手が何してるかとか全然わからないんで、読み合いというかもうただの運ゲーになってたんで、なんかもうその辺が面白くなかった理由ですかね。あとまあキャラの動きがもっさりしてるとか、いかにスプラトゥーンが素晴らしいのかっていうのをね、実感したゲームでしたね。はい。で、その次、セレステ。これも、一斉トライアルのおかげで始めたゲームですね。はい。僕、2D アクションがあまり得意ではないというのが、このゲームで、判明したというか、あんまりね、2D アクションにそんなに触れてこなかったんですけど、触れてこなかっただからなのかな？でも、僕もうちょっとできると思ってたんですけど、あんま上手くなかったですね。いや、まあ、上手下手はまあ置いといて、でもセレステはすごくいいゲームやなと思いましたね。やっぱこう、いわゆる死にゲーはね、こう、やっぱ理不尽を感じると楽しくなくなってきてしまうんですけど、理不尽を感じることがまあなかった、ほとんど。99% なかったですね。感覚、操作してる感覚とキャラの動きがぴったり合ってるという、それがね、非常に良かったですね。あと、しょうもないギリギリのジャンプが出ないとか、ジャンプ、崖ギリギリでジャンプせなあかんのに、1フレームジャンプが遅くてジャンプ出ないみたいな、そういうことにならなくなってるので、そういうイライラする要素が全部排除されてたとか、あとやっぱ音楽がいいとかもあるのかな。音楽がすごくいいし、3G じゃない、間違えた。ドット絵もめっちゃ綺麗し、世界観もいいし、で、操作面もかなり洗練されてるし、ギミックも面白いし、いやー、すごくいいゲームに出会えたの。2D アクションの中でかなり、もう高い位置にあるんじゃないでしょうか。今までやった 2D アクションの中で一番と言ってもいいぐらい面白かったですね。面白かったっていうか、まだ途中なんですけど、まだ全然まあ途中って言うべきかな。まあもう本当にクリア後のおまけみたいなステージが残ってるんですけど、おまけとは思えない難易度なんですけど、いやでも、で、その難易度が高いっていうのもまた良かったですね。こう、なんとしてもクリアしてやろうっていうこの闘争心をかきたてられて、ちょっとのめり込んでしまいましたね。いやー、セレステは面白かった。ただ、個人的にあまり得意ではないので、なんやろね。どんどん新しいステージをクリアしたいというか、僕やったのスイッチ版なんですけど、スチームで買えば、もうなんかこう、モッドって言って世界中のいろんな人が新しく作ったステージが遊べたりするんですけど、それをやりたいとまでは思わないっていうね。僕下手なんで、そこまではええかなっていう感じですけど、でも、やっぱ、でもね、やっぱセレステはそのセレステチーム、セレステ開発のその、純正なステージだけを僕は楽しみたいですね。やっぱ純正ステージを、堪能したいというところですね。いや、とても良かったですね。はい。で、その次にやったゲーム、ポルククエスト 5-Day Story。はい、ですね。これはね、他のゲームと同じ軸で評価するべきはではないとは思うんですけど、とても好きなゲームですね。非常に嬉しい。非常に楽しませていただきました。なんか、続編の噂も出てるので、非常に楽しみにしております。はい。
はい、ということですね。はい、お次ですね、ジャンプロープチャレンジ、ジョイコンを使って縄跳びできるゲームなんですけど、とても期待外れでしたね。縄跳び、ジョイコンのセンサーって結構すごいと思ってたんで、本当に一回くるんって回したら一回飛んだことになるんかなって思ったんですけど、一回しか回してないのに三回ぐらいジャンプしたことになるので、その時点で慣れたのと、あと、別に無料で提供されてる、無料で簡単にダウンロードできるソフトだから、まあ別にね、そんな求めるもので、求めるべきではないのかもしれないですけど、本当にただ、なんか、手くるくるしてたら終わるだけのゲームやったんで、なんかもっとこう、遊びがあればよかったのになって。やっぱね、リングフィットやった後なんで、リングフィット経験してのジャンプロープチャレンジだと、全然やる意味ないなって思えてしまったんですかね。でもまあ、本当に、言うても僕、なんかこう、毎日電車通勤とか歩いて駅まで行ったりとか、なんかいろいろしてるので、まあそんな全然、運動してないとかではないんですけど、やっぱその、もっとこう、ご年配の方とか、本当に全然動いてない人とかだと、まあこれぐらいでもいいのかなっていう、まあだから、僕はターゲット層ではなかったっていうことかもしれないですね、このゲームの。はい。で、次、アンダーテール。はい、もうこのゲームはネタバレが超致命的なので、ここであえて何か言うことはありませんけど、僕まだ途中なので、そもそも、評価ができません。最後までやらないといけないなって思ってるゲームですけど、ちょっと、現時点では正直、義務感にはなってますね。やらなきゃいけないという、ぜひやりたいというよりは、やらなきゃいけないになっているのが、まあ正直ですけど、まあ最後までやらないとちょっとわからないなっていう感じですね。はい、次、Getting Over It。はい、ツボ男ですね。僕はすごい好きですよね、こういうゲームが。僕はこういうゲームがすごく好き。あと、操作感がね、評価の分かれるところだと思うんですけど、僕は本当に棒で、こう、岩を登ってる感じがする操作感ですごい、いいなと思いますけどね、あれ体験として。ミスをしやすい操作感ではあるので、だから嫌いな人もいるのはわかるんですけど、僕は操作感でこそこのゲームいいなって思いましたね。でやっぱこう物理演算的なゲームが僕は好きなんでしょうね、多分ね。モンキーボールといい、ツボ男といい。で、金壺、50回頂上に登れば金の壺になるということでね、それを目指してやってたんですけど、9回で終わってますね、今ね。はい。いや、なんかこう、10、20、30、40、50のタイミングでは、配信をしようかなとか思ってたら、木を逃してしまって、全然、そこで触れなくなってしまったっていう、経緯がありますね。はい。なんか配信をするとか全くこだわらずに適当にやりたいときにやっときゃいいんですけど、よかったんですけど、それやったらよかったんですけど、はい、10回目はちょっと配信でやるからって思ってたら、全然もう触れもしなくなってしまったっていう、そういうこう、しぼみ方をしてしまったんですけど、で別に全然面白くないわけじゃない。僕はすごい好きなゲームですね。やっぱこう、シンプルイズベストな感じが好きですね。あと、なんやろね、落ちたら、煽り音楽流れてくる演出とか、あの辺も憎いですよね。本当に憎いですよね。本当の憎いという意味でも憎いし、あれいいよねっていう意味でも憎いですよね。憎いのダブルミーニングができました、今。はい。そんなことは置いといて、次行きましょう。バイオハザード、HD リマスター。ちょっとね、怖い。怖いっすね。はい。だから、すごく序盤しかやってないので、まだだから、怖いしか感想がないです。はい。だからね、来年のまた8月とか、
810バイオの日に、まあもしかしたらもう一回やり始めるかもしれない。夏になるとやりたくなるかもしれないな、ホラーゲーは。ちょっと今寒いんで、ちょっとやる気は全然ありません。はい。まあ、ちょっと夏になってやる気が出ればということですね。はい、次行きましょう。ソーセージレジェンド。ちょっとごめんなさい、噛みました。ソーセージレジェンド。これはスマホゲーですね。あの、ソーセージをプランプランさせて、相手のソーセージにバーンってぶつけて、折ったら勝ちっていうゲーム。はい。まあ、コンセプトは好き。発想もめちゃくちゃ好き。あと、ソーセージのプランプランした動きもリアルですごい面白かったんですけど、最終的に課金して強いソーセージを手に入れたものが勝つので、面白くなくなってやめちゃいました。はい。そこのバランスが取れてたら、すごい面白かったんですけどね。うん。札束殴り合いゲー。結局ソーセージで殴り合ってると思ったら札束で殴り合ってるゲームだったんで、それがちょっとかなり残念でしたね。ただゲームデザイン的にはすごく好きなんですけどね。うん。はい、お次。スーパーマリオ64。これは3D コレクションに入ってるうちの一つですね。これはちょっと神ゲーでしたね。ちょっと2020でやったゲームの中で1位、2位を争うレベル。いや、1位かな？ちょっとスーパーマリオ64、1位かもしれない。これ1位です。はい。唐突に宣言しますけど、1位。僕の中で1位ですね。はい。いやー、まあ、なんやろね、自由度が高いっていうのもいいし、あとマリオのアクションが豊富で楽しいし、あとスターを集めてゴールっていうその単純明快さがいいし、あといろんなルート取れるのもいいし、まあそれ自由度が高いって初めに言ったのと被りますけど、いや、このゲーム RTA 走者多いのもすごく頷けるなと思いましたね。RTA も死ぬほど走ったし、死ぬほどって言ったら本当の走者に比べたら全然死ぬほどじゃないですけど、まあでも100回、まあ、100回って言っても序盤でいきなりリセットとかしたのも含めて100回ですけど、まあ、100回超えてましたからね、タイマーのカウンターが。何回、スタートしたかを記録されてたんで、その記録の回数が100を超えてたんで、そんぐらい没頭して、納得いく記録が出るまで、絶対やるんやってやってたゲームでしたね。いやー、ちょっと、やっぱね、シンプルイズベストですね。あと、地形の作り方も良かった。ですよね。なんか変に難しいわけでもなく、こう立体的な楽しさがあるステージでばっかりで、ちょっとね、全然2020年に発売されたゲームではないんですけど、まあ、3D コレクションという意味では2020年に発売されてるけど、まあ元ネタはね、もっと 何十年も前のゲームなんでですけど、ちょっと2020年やったゲームの中で1位かな。いや、ちょっともうこれは神ゲーです。神ゲーでした。はい。いや、カメラ操作がね、ちょっと現代のカメラ操作に比べたらちょっとまあ不自由な部分もあるんですけど、でも不自由さに合わせたステージ作りになってたから、そんな不便でもないんですよね、あれね。カメラの角度がこう何度やろね、45度動くんやったら道も45度キュンってこう動くというか、ちょうまく言えないですけど、そのカメラ操作の角度に合ったステージになってたんで、どこもそういう細かい配慮もさすが任天堂やなと思いましたね。あれで微妙な角度の操作が求められるステージだったらクリアできないですからね。そういうのがないし、いや、もうちょっともうマイナスつけるとこがないんですよ。完璧。もう100点超えて、120点ですね、僕の中で。絶賛、大絶賛です。はい。で、その次、スーパーマリオサンシャインですね。はい。マリオサンシャインも面白かったですけど、ちょっとまあ64がちょっとやっぱ噛みすぎたなっていうのはちょっと正直ありますね。うん。でもサンシャインはなんかこう、本当に、マリオのゲームかと思うぐらいの、本当にそうかと思うぐらいの難易度があって、ちょっ
ょっとそれはねこう闘争心燃やされたんで、やっぱ難しいとね燃えるんですよね。セレッセもそうですけど、やっぱうん、なんかこうやっぱ難しいゲームっていいですよね。うん、秘密ステージとかの難しさがもうちょっともたまらなく好きでしたね。はい。ただまあちょっとね、まあちょっと雑いちょっと雑いなと思うところがあったんで、まあ、64ほどはいかなかったんですけど、なんかこうなんでしょうね、なんか同じやり直しをめっちゃやらなあかんのがとか、あとなんかただ例えばフルーツをこうランダムで出てくるスイッチを何回も押さなあかんとか、なんかそういう何をこれやらされてんねんって思う場面が結構ちょくちょくあったので、64ほどの満足度ではないですけど、でもやっぱ 3D マリオが僕はすごく好きなんで、好きだということが分かったんで 3D コレクションのおかげで、まあサンシャインも64のその続く系譜として楽しめましたよという感じですね。はい。で、そのままギャラクシーに行くのではなくですね、なんか僕はその、まあ、マリオサンシャインやってる合間合間で、ジャンプキングをやってましたね。はい。ジャンプキング。まだちょっとクリアしてないんですけど、まあ、壺男と似た系統のゲームですかね。まあ、壺男のような、棒を振り回す操作ではなく、マウスで棒を振り回す操作ではなくて、コントローラーの十字キーと A ボタンで、A ボタンかな ?B ボタンかな、まあ、操作するっていう。まあ、ゲームした感じの操作になるんですけど、ジャンプキングはイライラ度が、まあ、ツボ男に比べたら低いですね。まあ、操作感のおかげでしょう。マウスを使ったアナログ的な操作だとやっぱりね、フラストレーション溜まりやすいんですけど、ジャンプキングの操作感だとなんか、そこまで溜まらないですね。うん。早く頂上に登りたいです。はい。だんだん上手くなっていく感じもあるんよな、ジャンプキング。うん。早く頂上に登りたいなという。まあ、頂上、どこまで行けば頂上なんやろな。まだ全然ね、全貌が明らかになってない。途中で止まってるんですけど。まあ、でも、だから、壺男とどっちが好きかってなった時は、僕は壺男の方が好きですね。イライラ度も溜まりやすいけど、でも、あっちの方が好き。は好き。やけど、ジャンプキングもクリアしたいという気持ちは変わらない。っていう、そんな感じですね。はい。で、で、ようやくギャラクシーをやるのかなと思ったら、スーパーマリオ 64DS をやっています。これは Wii U で、バーチャルコンソールでやりましたね。うん、ちょっとこれはもう、スーパーマリオ64が面白すぎて、これがリメイクされたらどんな風にリメイクされたんかなっていう興味でね、やりました。はい、寝ずにぶっ通しでクリアするということになんか最終的になりましたけど、そんなつもりなかったんですけど、そうなりました。8時間かかりましたね。はい。まあ、リメイクのされ方はすごい良かったんですけど、ちょっと操作感がね、ちょっと微妙だったのがすごく残念ですかね。ステージの増えるとか、増えたステージとか、あと、新要素とか、なんか原作ではないアイテムが急に出たりとか、あの辺はそういうところはすごい良かったんですけど、もう操作感ですね。操作感が全てをちょっと低く、なんかテンション下がるところではありましたね。いくらステージの出来が良くても操作がうまくいかないとちょっとしんどいなっていうのが、まあ正直な感想ですけど、だから僕なんか64の RTA を走った影響で、その RTA で使ったルートを再現しようとしたりして、操作感が悪いと思ってこう、ムカついてたんですけど、普通に慎重にゆっくりクリアすると、もっと楽しめたのかもしれないですね。はい。だから、スーパーマリオ 64DS のステージを
スーパーマリオ64の操作感でやれたらもう僕はもう大はしゃぎしてたと思うんですけど大喜びやったと思うんですけど、はい、ちょっともう操作感ですね、もう操作感だけがちょっと残念で、ちょっと僕の中の評価が下がってるんですけど、うん、それ以外は良かったですけどねっていう感じですかね。はい、で、ようやくギャラクシーに手を出し始めますね。はい、ギャラクシーはだからまあかなり挑戦的な作品でしたよね。なんか今までの 3D マリオとはちょっと違う宇宙を題材にした感じで、こうね、なんか重力がこうあちこち行ったり、なんやろね、あとこう視点がさ、こう なんていうの、星があって一個丸い球体の地形があって、それをぐるぐるこうマリオが走っていくという、だからマリオが上向、頭が上にある時が、頭が下にある時があったりねするんですけど、まあそこのそれをどう捉えるかですよね。うん、なんかまあなんていうかな、世界観としてはすごくいいんでしょうけど、プレイのしづらさっていう部分がどうしてもついてきてしまったんで、あれであの視点を採用した上で、こんな視点やのに思った通りに操作ができるってなってたらもっと評価高かったかもしれないけど、そうじゃなかったんで、単純に操作しにくかったんで、ちょっとそれが残念、惜しいなっていうところですね。操作がもっとしやすかったらもっと楽しめたなとは思えるところですね。うん、ただあのサンシャインにやったようなちょっとなんか何をやらされてんねんっていうところがちょっとなかったので、まあ、そういうだからなんかこう作品としてのまとまりとしてはすごい良かったような気がしますね。うん、ただちょっとまああと難易度が落ちすぎてたというのはちょっと気にはなりましたけど、まあでも難易度という難易度は確か落ちてたけど、僕は結構そのマリオを動かしてるだけで楽しい派なので、まあやっぱあれかな、その作品としてのまとまりが良かったからまあまあ良かったんじゃないかなという感じですけど、でもちょっとやっぱ64が強すぎてね、うんもっともっと面白いのを知ってるから、もっと面白かったらよかったのにって、ちょっとまあそれはそう思ってしまうところではありましたかね。うん、で、まあ、3D コレクションが3つ、3作品全部終わりましたと、まあ、全部終わりましたって言っても、あの全部あの全然コンプはしてないですけどね、ストーリーを一通り終わらせただけなんですけど、全部。はい、でやっぱ 3D コレクションというソフトですから、これ 3D コレクションというソフトとしての評価もなんかした方がいいのかなと思うんですけど、あの僕 3D マリオを全然やらずに育ってきて、あやってみたいなって思いつつ、まあさすがに古いゲームですから、64とか特に全然あの触れる機会がなくここまで過ごしてきたんですけど、 3D コレクションが出たおかげでもう全部できたんで、全部初見で全部できたんで、いやすごいありがたかったですね。あの出してくれたことがすごく嬉しかったですね。うん、画質も綺麗やし、うん、いやもうこれが出てくれたのがすごい良かったですね。であと変にリメイクじゃなかったのも僕はすごい嬉しかった。全部原作のまま楽しめたっていうのが本当にありがとうございますって感じですね。ありがとうございますって感じでした。はい、うん、で 3D マリオがすごく楽しかったのでオデッセイも買ったんですね。うん、オデッセイもだから良かったですね。オデッセイは64のまあ次かな、64の次に位置するぐらいには僕好きですね。2021年、あ2021年は今年や、まだ始まったばかりや。はい、2020年ですね。2020年の中で、まあ、2位かな、オデッセイは。64が1位で、オデッセイが2位。3位は何やろ、ちょっと3位は分かんないですけど、まあ、2位に位置するんじゃないですかね。うん。やっぱ64の、なんかこう、方向性に戻ったというか、どのムーン取ってもいいっていうね。サンシャインとかギャラクシーは、こうこのスターって選んだらもうそのスターを取らないといけないし、そのスターしか取れないように、まあ、ほぼなってるんですけど、
オデッセイとか64とかはこのスターを取りますでそのステージに入ったけど別のスター取っても別にいいんですよね。オデッセイもそんな感じで、まあオデッセイはこのスター取りますでステージに入るとか出るとかがそもそもあんまないですけど、まあもうムーンがひたすら散らばって置いてあってそれをどんな順番で集めてもらっても結構ですよね。やっぱ自由度が高いのが僕は好きやなと思いましたね。あとマリオのアクションがサンシャインギャラクシーでちょっと減ってたところがあったんですけど、オデッセイのマリオはもうアクションがかなり豊富で、僕はマリオをとにかくいろんなアクションで動かしたいっていうそういう感覚で 3D マリオやってるので、マリオのアクションが増えてすごく良かったですね。うん、はい、そこが良かったなと思います。はい、楽しかったですっていうか、僕まだ月の裏もっと裏っていうステージが残ってるんで、それをねやらなきゃって思ってるんですけど、まあ2021年できるだけ早めにそれはやろうと思っています。はい、なんかすごく難しいステージだって聞いてるのでめちゃくちゃワクワクしています。難しいステージをあのマリオを動かせるっていう、もうそれだけで僕はもう楽しみですね。うん、はい、ってな感じですございます。で、2020年ラスト、ロストエッグ。はい、卵を転がしてフライパンの上にゴールさせるゲームですね。うん、モンキーボール感があったので、スチームのどっかのセールかな、なんか秋のセールかな、オータムセールかなんかで多分買ったんですね。でも別にセールしてなくても もともと安かったんですけど、まあセールすることによってもう数百円っていうすごく安い価格で買えたんで、てかまあ数百円で買えたって考えるともう全然文句ないですけど、やっぱちょっとカメラ視点がちょっとグニュグニュ勝手に動いたりしたのがちょっと不満ではありましたけども、僕はやっぱ物を転がして落ちないようにヒーってやってるのが楽しいので、このゲームもまあ好きでしたね。それだけにやっぱちょっとカメラ視点が良ければもう最高やったのになっていうちょっとそこの残念さはあるんですけども、はい、まだ動画は途中までしか出てませんが、まあ、最終面まで到達はしています。はい、最終面はまだクリアできていません。ちょっとまたお楽しみにということですね、これは。うん、はい、てな感じで2020年のやったゲームをすべてざっと振り返ってみましたけども、はい、長いですよね、もう40分も喋ってるもんね、おかしいですね。はい、ということでね、あとまあ別に今触れなかったゲーム、マリオテニスエースとかもね継続的にずっとやってて、大会とかも参加できて、なんか2020年最後の大会では3位入賞できたんで、まあよかったなと。まあ本当は優勝したかったけど、うん、まあ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 、でもいい成績が残せたからよかったなって思ってたり、あとまあ各キャラ10試合ずつ試合するやつね、トナメで10試合やるやつとかまだ残ってるので、それもねやっていこうかと思っています。はい、新作出ればいいのにね、マリテニの新作出えへんかな、まださすがにまだ出えへんか、はい、とかねいう感じで、じゃあちょっとまあ来年の抱負、来年じゃねえや、今年2021年の抱負だけ言って終わりましょうかね。2021年の抱負、これはですね、ポルラジの話題を増やすでいきます。はい、もうお笑いの話しかしてないんで、もっと他のことについても触れていきたい、なんかお笑い専門みたいになってるから、あのポルラジのコーナーがもっといろいろなことに触れていきたいなと思っております。はい、ということで、ちょっともう長いですね、非常に、終わりましょう。はい、ということでね、本年もよろしくお願いいたします。ではでは、ご視聴ありがとうございました。